中。どうもピアキングです。今日はこのコースやっていきます。ブロックトラックマウンテン3、壊れた山道ということですかね。で、久しぶりに来ましたよ、ソルジャーラインさんのコース。この人のコースはですね、めちゃめちゃ難しい。ただただ鬼畜、正直やりたくないですが。いやでもね、コースはすごく面白いのよ。実況はつまんねえけど、それじゃあやっていこうか。クリア率は 0%。 あー、始まってしまった。これから死に劇場が始まるんだろうな、僕の。これからね、死に耐久とかあってもめちゃめちゃ難しいんだよな、その死に耐久も。どうやって行けばいいんだ。なんだこの放題は。邪魔ー、開幕タピオカー。これさ、下降りれるんじゃない。あ、やっぱ降りれるよな。で、この花ちゃんも叩けますみたいな。無理だよ。いや、今ね、マジでめちゃめちゃ喉が痛いのよ。多分乾燥してるからかな。そんな状態で、なんでこの方のコースやってるのって思うんですけど。じゃあ、ここは左の方に行けばよかったのかい。いやいや、土管の方に行こうか。土管に入れませんね。僕の喉が壊れるが先か、僕の精神状況が壊れるが先か、勝負だ。お前はもう手遅れなんだよ。壊れてんだよ、すでに。じゃあ、あのヨシコを取っていけっちゅうことで。ヨシコよしか、なぜ君はいつも僕を裏切るんだ。よしか、てめえはもういらねえんだよ。そこでずっと見てろ。今から僕の武勇伝を見ておきなさい。このヨッシーに乗った時さ、 BGM に太鼓の音が追加されるじゃん。それがめちゃめちゃ好きなんだよね。じゃあここはつららがあったね。そいつを壊してから先に進めっちゅうことか。で、オンオフをしてパワーを持っていくのは間違いない。そうだろ。バグが来たぞ。まったく、バグなんて分かるわけがないのよ。だって見えないんだから。先生、堂々と勝負してくれませんかね。なんだここは、普通に進んでいいのかい。何やそれ。ここは早く進もうか。魚焼けるわね。で、これはおちゃんちゃん。ちょっと今のなし。いやでもね、思ったより簡単だったね。もうちょっとボコスカやってくるかなと思ってたんだけど。魚右にダッシュしていく。そしたら魚が出てくる。今度は違う隠しブロック叩いたな。右の土管は右の土管入れるね。こっちは違う場所なんじゃねえの。うー、どちらだ。ちょっとここ集中させて、まず右の土管の方に行くでしょ。いや変わらんかい。隠しを叩かなきゃオンオフが発動しないっていう感じかな。いやなんかそうだっぽいね。で、このまま上に進もう。で、このバレア待って下に行っていいのか。一体ファイヤーバーをキャラしておく。で、下に進む。もうなんでそんなことすんだよ。ああ、僕はこんなに一生懸命やってるのに、泥棒ぶっ壊しながらやってるのにさ、こんなに難しくしなくてもいいじゃんか。僕はね、僕は、あのバレを持った瞬間左に逃げる。そしてツララをかわすんだ。いつまた復活するんだツララよ。またツララ落ちてくるんだろ。分かってる分かってる。すぐ下に行こうか。もうツララくんだよ。よし、そしてこのまっすぐ上に行こうか。で、ペロペロペロ。もうね、実況でも何でもないのよ、この動画は。ただ悲鳴を上げるだけなのよ。マジで喉が痛いんだからな。こんな僕をもっと心配してくれよ。コメントで、ピオキングさん、喉大丈夫ですかっていうコメントがあってくれても一つぐらいはいいんだよ。で、これでサンボいなくなってとか。いなくなったろ。かいだ。もうね、ここまでなってくると、この実況、不快ですよ。不快で不愉快ですよ。じゃあすぐ左に行こうか。このブラックパックを襲ってくるんじゃねえの。オンオフした瞬間すぐ右に行こうか。分かってんだよサクラ。で、これ下に行く。いやいや、行かない方がいいと思いますよ。左の中間ポイント取りてんだ。ここ何やる。何もない。うわ、左のツタすげえ怪しい。なんだってな。喉を潤すために水を飲んで蜂蜜を舐めてきたぜ。どんだけ体張ってんだって話だよな。これ普通にツタ登れると思う。上の僕は行くしかないよな。やめてくれって。何何何、なんだそのカーニバルの中間をくれ。僕ら早く中間をくれ。右上のところでワープしたってことは音符に乗って何もしない。そしたら中間が取れるんじゃねえの。頼む。さあ、ここは上と下どっち行く。どっちだろうな。ドアの方行ってみようか。こっちが正解でやってくれ。ここは楽屋だ。中間位置までがめちゃめちゃきちいね、この方のコース。じゃあ今度こそ進もうか。やめろやめろ、魚お前は来ないんかい。来るんかい。この場所で待っておこう。そうすると飛び出てくる魚を避けられると思いますよ。さあ、ボムちゃん開けて。じゃあこれどう進むの。この恋の場所か。もしかしてこれ。いやー、出た出た出た。またバカ用意してきやがって。で、ここのフラワー取って隠しブロックがある。じゃあここどうやって進むんだって話ですよ。先にファイヤーを取るでしょ。そしてこいつを、あ、こうかこうかこうか。なるほどね。で、ここのオンオフをすればいいのかな。
ほだー音符に乗る。そうしたらオンオフブロックが変わる。その瞬間にこれを溶かして先に進んでいく。で、オープン乗っちゃっていいのかい。オープンに乗る以外ないもんだ。うるせえ見てくれる方がね、面白いって思ってくれるなら僕はいつでも叫び続けてしたじゃねえか。そもそもね、絶叫なんてつまんないのよ。何が面白いのか僕にとってはちっとも理解できませんね。だからたまには普通にやっていこう。普通にやってってもピオキングが面白いっていうことを証明してみせますよ。さあ、ファンヤーいるのかな。やっぱいるっぽいね。英語が溶かせないもんな。一人死にそうやっぱお前はつまんねえや。ここはパウに乗るなってことか。で、このフラワーを取っていけ。で、あのパウもいるんじゃない。ここさ、先にパウブロックを持っちゃったらどうなるんだろうね。あ、これでもいいのか。そしてフラワー取ります。で、氷溶かしの上のピー風船を取れっちゅうことなんじゃない。さあ、ピー風船は取れない。このペラペラは壊れないやつか。なんか嫌な予感がする。なんか嫌な予感がする。大丈夫、これ右行ける。左に行けっていうの。え、何これ、新体験みたいな感じかな。これやられるのが、簡単、めっちゃ簡単。今の新体験はめっちゃ簡単だったけど、絶対後でめっちゃ難しいやつ来るよ。それが怖いな。まあ楽しみの一つでもあるんだけど、ここは貫通するのかい。スルッと見越してちょびちゃんで行こうか。よしよしよし、貫通しなかったね。で、これはどういうこと。これ踏むでしょ。で、ボム片を爆発させる。で、面白いじゃねえか。あー、ならここどうやって行こう。カメ踏む。あ、分かった、そのために雲があるのか。だからこの場所に逃げておきたんだ。ちゃちゃだ。で、このカメを持って、うわ、どうしよう。それ、右に投げてすぐ逃げようか。そしてこのつららを落としますの。一緒に行こうか、つららちゃん。ちょ、待って待って待って、ただいだ。やっぱり面白い仕掛けを作ってくれんじゃないの。それじゃないさんよ。じゃあここが左の尻尾で大丈夫なんでしょうね。で、このブロックを壊すということか。先に近いブロックを落としておく。で、ここでボム兵を出す。ふざけるな。いや、そろそろね、チェックポイントに見えると思いますよ。じゃあここは左を審判でどっかに入っていく。チェックポイントにはどう、あのドッスンの裏とか怪しくない。アップじゃん。で、左行っていい。隠しブロックの確認だけしておこうか。なるほど、そっちは。まあまあ、今やられたのはちゃんと意味がありますよ。ここに隠しブロックがあるっていうのが分かった。来んなよ。そして、ここにもあるんじゃない。ないで。じゃあ、ここからジャンプしてツタに捕まる。ああ、でおやじ、あのオンオフしても絶対なんか来る。まあまあ、とりあえず1試合以上かわそうか。そして、このオンオフはスルー。で、なんか出てきたね。このツタ登る。考えるな、すぐに行動しろ。自分を信じるんだ。そうだ、それでいいんだ。自分を信じきれ。ここはどうする、来るのか。逃げちゃダメだ、逃げちゃダメだ、逃げちゃダメだ。よっさっ、父さん、僕はやったよ。父さん見てるか、ケント。こっちにはドア入れないよ。ドアに入ろうか、ドカに入ろうか。あー、ドカの方にドカに入れないよ。ヤナミ、神秘よ、このドアの先にあってくれ。神秘、神秘が来たぞ。バルジョこの極悪非道者、今のところどうすればいいか全くわからんぜ。でも取らせろ、取らせろ。え、どうする。ちゃ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 、やったぞ嬉しすぎる。残すはゴールドビー。ここは走っていいのかい。走ったらダメっていうのは分かったよ。走っていいじゃねえか。ジャンプぐらいせ、中間ポイントさえ取っちゃ怖いもんないもんな。さあ、ここでジャンプしてドカの上に行こうか。基礎中の基礎を忘れてましたよ。隠しブロックというね。さあ、今度こそ行こうか。で、このオンオフブロック叩けるかな。叩いた瞬間左に行こうか。うわ、逆らったと思ってビビっちまったよ。で、今度は大丈夫、これ走ってっていい。絶対なんか来るだろう。いける、いける、いける、なんか来る、来たこれは新体験だ、絶対に。え、何これ、前として渡っていけっていう感じ。まあ、そんくらい余裕ですよ。まあまあ、オープンが邪魔だったけど、もう理解した。はい難しいんだってこれ。よっしゃー、新体験めっちゃダメだ。一番右まで行ったら何もしない。そしてこのドアに入っていけっちゅう感じか。いや、このコースめちゃめちゃ長いな。え、何をしてくるお前は。このセカハナ野郎が、この場所で何もしないでおこうか。そうすると花が避けれます。
で左のつららを壊して先に進めっちゅう感じなんじゃない？もういいってそれ、もうバグ多いんだって。え、何よこの C 耐久みたいなやつ。まあ、C 耐久なんでしょうけど、このマントが何か意味あるのかな。で Z して、え、これ何？え、全然意味わかんねえんだけど、これ勢いのままいけっちゅうことかな。まあ、一旦それでいってみようか。 ZZ、 いやちょっと難しいなこれ、幅狭くない？あそこ2マスか3マスぐらいしかないからさ、あそこに入ってっていきます。 Z、 いいね Z で、これもちょうだいね。 ZZ で、今度は B か。いや、どういうことこれ。あ、こんなからなんか出てくるっちゅう感じなんじゃない。いや、なるほどね、この犬にやられろっていうことか。いや、ちょっと待って待って、もうそんな逃げんなくていいって。この新体験面白いね。そんなにね、遠くないと思うんだよな、ゴールが。じゃあここは土管に入らんようにして下に降りていく。で、このフロア取っていいのかい。魚が出てくることを見越してジャンプした瞬間右。いや、取れないのね。じゃあ下に降りていこうか。で、ピー風船は取れない。もうやめてくれ、もうやめてくれよ。チェックポイント戻しなきゃ。えっ、よっ、こんくらい全然余裕なんだよ。どう、上の土管がダメっていうことが分かった。なら下の土管に行くにはやっぱりピー風船がいるよな。ここに行ってジャンプしろみたいな感じかな。あー、やっぱそうだそうだ、そうして土管に入っていこう。ゴールは、見せてゴールを。なんかありそう、下とかあるんじゃない。ゴール、下に降りてってみようか。頼む、お前爆発せよ。今日の実況めちゃめちゃうるさくない？大丈夫かな？じゃあここはちょっとだけ左に行きます。で、魚を避けて、うわ、下行く。隠しブロックだけ下行ったらさ、絶対ゴールあると。うわ、下行けばよかった。あっちのピンコイン取ったらゴールなんじゃない？え、これもしかしてチェックポイント戻しとかそれだけはないよな。頼む、優しい。ありがとう、なんて言うと思ったか。ゴールは近い、近いはずなんだ。ピオキング踏ん張れ。てめえ、小賢しい真似をしやがって、ここの雲をすり抜けてしまったんですよ。で、この鍵扉入ったらゴールまで行くのか。右に出たら、右出していいのか。これ右出してない。誰が戻れねえしさ、もうやめてくれって。こっちはね、わらだっていうことはわかんだよ。なんだこのパワーブロック。え、これやられるところなくない？隠しブロックとか。え、違う、もう一回左に戻ったらなんかあるとか、そんな感じかな。左行きます。え、なんもないよね。この上か、この上なんか出てきた、雪玉ちゃんが。この雪玉が出てきて、ここでブラパがなんか出てくるから、さあお願い。何をさせてんの、拍手じゃねえんだよ。じゃあこの鍵ドア入ったら何もしないでいいんだよな。本当にそうだよな。さあゴールが見えてくる。まだ見えねえじゃねえか。マジで長いな今日のコース。で、ここは何もしない。分かってんだよそんなことは。何もしないのが正義だっていうことはね。で、このピー風船を取って、うわ、どうしよう、ピー風船取った後にもうふざけんなって。どんだけ僕がやってると思ってんの、くどいなここ。見て見て、みんな、なんかドアが出てきたよ。普通に知りたいけと思って何も喋んなかったんだけど、これワンちゃんゴールなんじゃない。いやー、ここさ、右押し破でいいのかな。右押し破だったらつられに当たりそうな気するんだけど、でも何もしなかったらダメだったから、もう右押し破しかない。そうだろ、よし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 、こがなんでゴールしてるんだい。もう終わりだ制作者よ、絶対にこれでゴールしてやるからだ。左行くぜ。長かった、めちゃめちゃ長かった。ぜひ高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。どうもありがとうございました。いや、やりすぎやろ。はい、それじゃあ次のコースは一発マリオ。こんな道もスッと通れるマリオパイセン、かっけー。で、説明文に疑似タスコールジャンプということは、メットを投げて踏んでゴールしろっていうコースなんじゃないかな。これさ、気になったのが突起部分がめっちゃ長いじゃん。だからどうやってゴールするんかなと思って。それじゃあやっていこうか。クリア率は 1.34%。 まあ、甲羅を持ってどこで投げるかが問題ですよ。それを一つずつ探していけば簡単にクリアできると思うんですけどね。そんなわけねえだろ、絶対難しいってこれ。タスコーラジャンプダメんだよ。じゃあどうすればいいかわかんねえな。とりあえず左からダッシュして投げてみようか。ガポーじゃないんだよ。投げるタイミングとマリオの速さだよな。じゃあ一番左から走って、この折れ曲がったところがあるじゃん、そこから投げてみようか。
これでどう？もういいってそれ。マリオが甲羅を持ってジャンプした瞬間に投げてみる。ナイスショー。いや今のめちゃめちゃ惜しいよ。もうちょっと投げるタイミング早くしてみようか。これぶっざー。全くわからんぜ。開幕から投げた瞬間ジャンプ。いやこれだったら届かないんだよな甲羅に。だからもうちょっと勢いいることは分かった。じゃあこの矢印の左部分、ここら辺でジャンプして投げてみる。きたきたやったー。めっちゃ綺麗に決まったね今。相当気持ちよかったね。どうもご視聴ありがとうございました。